はい身長差があるからって斜めに仕上がって骨折はしてません。今日はですねシンデレラを使うんですけど、コインを一切アイテムを一切使わずにコイン稼ぎを一緒にやっていきましょうね。さあ私は聞きたいことがあります、あなたに。はい、はい、じゃあコイン稼ぎするよ。はいコイン稼ぎ雑談会。あれもうスタートしたで。え何も使ってない。いいねんな。いいよ何も使わんとコイン稼ぎ2000は稼いでな。2000分からんなじゃあ心くんに3つの質問をしていこうかな。はいはい彼女できた？できてると思うか？30年後ぐらいに聞くわななんでよ。えその時にはできたやろ。その時にはマッチングアプリで。なんでマッチングアプリやねん人の彼女を勝手にマッチングさせた人にすんな。俺ちゃんと初めて会った人ではなくてちゃんと考えてやりますから、ね、だから考えてマッチングアプリでだから全てを全てにマッチングアプリで解決しようとすなし。マッチングアプリ入れるとき言ってママのアフィリエイトから入れて。なんでマッチングアプリ入れる前提やねん入れへんし入ってないわ。なんで勝手に入れなあかんのないわ。あごめん多分俺もう開けるわ。えこれ勝負じゃないから雑談会。多分死ぬ終わる雑談会やんな。俺あかんわ多分俺全然コインゲットできんと思う。ダメやで2000コインゲットしてでタイムボム一切で勝手にガチャ引くから。タイムボム一切出へんもん。勝手にガチャ引くからもうな俺の感覚今ふざけんなよやで。マッチングアプリのせいでなんでマッチングアプリやねんってやるもう普通のマジカルボムしか出へんもん。あかんもうマッチングアプリ消えんくなった。人をその他で判断する。マッチングアプリマッチングアプリでいいところがあるかもしれない。身長何センチになりましたか？160超えたと思うで。絶対嘘はだってあれやで2年生になってから測ったら157やったっけかなんかやで。そうなんうんであれ友達こうしたしあれやな。お友達なたまに遊びに来たりとか、まあ、見たりとかするけどさ意外と身長低い子多いね。じゃあ俺が身長低い子連れてきとうだけやで。えそうなの高い子もおる。まあから始まるあの友達はめちゃくちゃ身長高い。名前を言うのをやめてくれるかな。ボルデモートっていうかうんそして分からんやんけど誰かボルデモートでええやろもう。名前言ってはいけないあの人や。それはおかしいよ。あかんな。もう終わったん？うん、早っ。あれ俺さシンデレラ無限に1話につなげれるんかと思ってたからずっと丸やってたら12までしか消せへんから俺なんでやって思ってた、うん、もう一回やります。まあやり方が分かったということでちゃんとね私はちゃんとやっていきます。えこれほんまにゆうちゃんのさゆうちゃんのほんまにスキルレベル 6？ 疑われとうで。1897コイン1800か。よし今日のとりあえず今日のミッションをクリアしていくわな。なもうマジタイムボムでじゃあ最後の質問な。はいテスト勉強どない？地味に結構やっとると思うで。今回自信あるの？今回は自信ある。だってアンダー20のやつマジめちゃくちゃやったから。アンダー20が何なのかちょっとまだよく20点は確定で出てくるやつ。あああれなあれ見直ししたんちゃんとやったで。ちゃんとあなたのちゃんとってよく分からへんちゃんとやからな。見直しっていうまず社会さ俺あかんやんか一番最初社会から取り始めていったよね、うん、で20枚やって決戦のもと20点多分確定でゲットできます。はいで今まで20点台超えたことあんまなかったのに多分いけます、はい、勝ち確プロもうさやーばいあかんやべなんやこの緑のやつ1個しか目がないやんけ全然やりにくい。テスト勉強はちゃんとやってます私なりには。よしよしよしコツ掴んできたよ。オッケー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 。タイムボムが全然出ないわ。5から4になるやつってさ、もしかしてタイムボムの分1個下がってたりする？そのせいで12が一番タイムボム出やすいっていうのか、もしかして13になってるりしなってないなってない。それはない、それはないんか。なら多分大丈夫か、うん、まあ2000コインいったらいいよね。それはそうやね。1回3000いったことあるやろ。4000いったよ。気持ち悪いな。4000いった時はな、マジでビビった。なんで4000いったの？コイン倍率使わずに4000やで。やばない？なんで4000いったの？いや、ごめん、菜種が強い。ナミネちゃん、ナミネ、菜種は油や。1359。はい、ちょっとずつちょっとずつコイン増えてきてます。はい、じゃあ今日のミッションクリアしといてくださいね。頑張ってクリアします。はい、あ、ガムテープあった。ガムテープ頭に貼り付けます。ちょっと待って、やり直していいかな。ハートもったいな。ゆうちゃんの端末やから大丈夫。めちゃくちゃハートあったし。俺がハート食っとくわ。なんでこんなこんなスキル終わんの早かったっけ？うん、早い。3000超えた。3000超えたの？うん、3028。この3000の壁がな、マジで厳しい。ちょ待って、タイムボム4つ出た。すごい。3000の壁厳しいよマジで。え、あなたやってないの？3000の壁超えて。喉が鳴った。今日のミッションクリアしちゃった全部。ほら、いいか、逆に言っときたいことはないか。質問コーナー終わりか。頑張ります。テスト結果はどこで？わからん。心に秘めとく。心に秘めとくか。心だけに。心の心に。心だけに。そう。いいんちゃうそれで。もんな。まあね、心くんのテスト結果はね、皆様のご想像にお任せします。公開はしません。はい。親にも。いや無理。それは無理。え？それで塾行くかどうか決まるから。塾は行くやろ。成績良かったら別にいかんでいいやん。成績どうせ良くないやろ。え、見してくれな分からんやん。あ、まあそっか。ちょ待って、一瞬で時間なくなってきて消えていく。動揺したなあ。タイムボムいつこういう時が一番大事。なんでスキルがたまんだよ。オーマイガー！あしたばりで終えて終わりで1634です。おお、上がってきたよ。上がってきたよ。あと2回ぐらいしたら2000いかんかな。あんた頑張って上がるんや。あと2回ぐらいしたら上がらんかな。2000違う。もう一回出てくる。ラストでめっちゃ出た。ラストでラストかい。え、ラストじゃあかんのか。あと100回ぐらいしようか。りゅうちゃんのガチャ引かな。ああそうや、忘れとった。ついでに iPad ドロスピのガチャも引かな。殺されるわ。でも最近プロスピやってないんじゃない？やってるとこ見てないな。前のイベントサボってたし。前のイベントちゃんとマジでやってないです。だからおもろいこと。いやミスター何も言ってこへんあたり難聴かもしれない。これは違う。俺難聴や多分。耳通る。耳クソ溜まっとうだけやと思う。おじいちゃん化してきてるかもしれない。耳クソ溜まっとうと思う。なんでやねん。Oh my god! Oh my god! そういう余裕で3000いってる。やば。なんでや。なんで聞こえた。でもな、集中力かな。私の問題は集中力やねんか。仕事でもそう。そのまま2億いこうか。あー、ミルクちゃん。ママじゃなくて俺の方に来るのかわいいね、あんた。誰かと違って。最低やん。ちょっとおかしい。6回しかシュンシュンできひん。スキルレベル3かもしれん。シュンシュンスキルレベル3かもしれん。シュンシュンマジですごいな。全部親指で当たり前や。親指ってさ一番太い。死んじゃうわ。ないといい。どうぞ。Hey guys。ランマル逮捕されたね。ランマルって誰やねん。知らんのよ。持ってコインめちゃくちゃゲットしてるけど、まとめて受け取ろうしいから。うん、うわー、38000増えた。やった。俺がゲットしたことにしとこう。めっちゃにらんできてるけど。またプレゼント18個あります。やべ、なんかイベントなんかなったで。みんなで紫火花を咲かせよう。なんだけどあれ、あ、終わった。え、5000コインいった。嘘やろ。おい化け物め。ノースキルってノースキルは笑う。1900。この人俺の1296。この人アイテムでやばっ。え、俺の全スキルと同レベルや。やった。コイン稼いだ。ガチャ引こう。ほら最後ガチャ引いて笑う。おかしいな。最後ガチャ引いて笑う。なんか今ピックアップ、違う、ピックアップガチャって言って、あれ、え、違うで、ピックアップガチャやで。プレミア引いた。プレミアでピックアップいらん。チケットの分ピグレットのチャームが出るで、スフレと何これティーカップ型に登場。ティモシー。ティモシー。めっちゃ噛むねんけど。ティモシー。骸骨ミゲルかわいいな。はい、ピックアップガチャ1回だけ引きましょう。いきます。ピックアップガチャ。ピグレットがいいな。ピグレットのチャーム。チャイいらんっつってるけど。こいここ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 。あ、ピノキオ。ロバ耳ピノキオ。ピックアップガチャいや。少しの間2種類になるよ。エンジェルと一緒。え、ビンゴで。うん、ビンゴで使える。やった。ありがとうございました。俺まだ引いてないけど。引いたよ。プレミアムボックスは。はい、コイン稼ぎ終了。おしまい。まあ元は取れたな。プレゼントで。うん、取った取った。なんか今時間を無駄にした気がするな。